どうも、釣りの泉チャンネルです。画角からはみ出していく、はみ出していくスタンドハマり中、新しい釣りのリーダー、ジュンジュンジュン、はみ出してる欲しいでしょさあ、今日はね、視聴者のキャッツアップから、はい、お借りしてきた、これですね、激安サップ、激安サップでございます。結構でかい、かっこいい。これから空気入れていくところはここですね。これちゃんとあれですね、エア抜けしないやつね。これはもうあれなんかな、空気入れんとこはもう共通規格なのかね、サップはね。ね、マリンレジャー用品はもう共通規格なのかな、口んとこ。いいね、まあこんな感じですね。素晴らしいということでした。はい、まだ後で乗ってる様子はお送りいたしますので、バイちゃん。どうだい。いや、気持ちいいよ。ありがとう。なんか高梨が超えてます。スタンドアップしてないけどシットダウンサップだねSD スドゥプ推進力をね、分けてあげようやべ、ミスタードッキングがうまくできねえ。僕はこんな感じで感じですね。今日はね、シーバスをと黒鯛を狙ってね、ちょっと浅瀬のトップゲームかな。ちょっと内湾でしかできないので、普段ここはおかっぱりからやってるエリアなんですけど、そこのちょっと大きいを打つようなイメージでやっていきたいと思います。ではね、頑張っていきましょう。えいえいえい、外線回り打ちます。ちょっとね、風があるのでやりづらい状況ですけども、高梨もなんとかやってます。マジで本当にカツオ君には反射感激、雨嵐でございます。場所的にはすんごい浅いっすね。浅いけどバースとかがあって、ザ・シーバス釣りって感じの場所ですね。ということでね、いろいろ打っていきたいと思います。ね、結構波があると正面から受ける分には全然ちょっと水かぶるだけで平気なんだけど、これ以上の波になると結構厳しくなってくるのかな。ゴムボートよりかは波に強いですね。素晴らしい。横はねどうしても弱いんで、できるだけ波に対して直角に当たるようにすれば問題ない。それはこれはね、どのインフレータブルのボートも一緒だと思います。こう空気なんで波に対してグヨンってこう吸い付くようにね行ってくれるんで。フォール、ナイス。まだシーバスジギングの時期だったか。写真だけ撮っちゃうからこっち向いてくれ。これが行けばいいのか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。オッケー。お、いい。これ釣れたでしょう。沈
じませてヒョン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 ドン。やばい、俺の方がスピードで買ってきた。流されるスピードが。ちょっと高梨がようやくヒットしました。近づきます。こう流れ当たってるから結構いいね。どん詰まりとか言ってたけど。頑張れ。お、おいしいバスか。おやべ、俺の真下に上がる。すまね。撮影のために張り切りすぎたわ。あ、オートリリース。ナイス。足の裏サボってたわ。しかしされた。この壁沿い。俺そこで今当たったんだよね。この柱のとこで。妥協するね。なんかめっちゃイワシいる。この下、ほら、高梨の真下。はい、めっちゃイワシ。5万匹ぐらいいる。当たったよ。当たるのに。うわー、マジか。めっちゃ当たったのに。出たよ、フリークセット。ちょっとびっくりしちゃった俺が。フリークセットにあんな上まで追っかけてくると思わなかったから。ここ流れが、イワシがいてめっちゃいいんだけどさ、めっちゃ当たるし。お、魚釣ったね。ナイス。え、ナイス。こっち向けて。はい、 OK。高梨バックさせよ。めっちゃイワシやばいよ。はい、バイバイ。よし、高梨が寄らないように俺が押しつつ。ありがとう。よし、OK。ありがとう。なんとしてもフリークセットで釣りたくてフリークセットで頑張ってんだけど、さっき出たけど当たるんだけどね。こんだけ当たって釣れないと悔しいな。これ来ました、来ましたが、いろいろが弱くて大変なことになっております。よいしょ。釣ったんじゃけど、何かいろいろめんどくさい位置に入ってる。よいしょ、よいしょ、流れでそっちに出してもらおう。そっちに行け。よし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 、オッケー。いいよいいよ、いけるいける。シバスにね、ちょっと引っ張ってもらってた今。釣れたよ。ほら、シバス散歩中。いや、アサシンジャークでね、反応あったんでジャーキングしてたら釣れました。いや、釣れました。
った。ヒレピン。ということで、まあね、ヒレピンでアタックされても困るので、ああ、撮りましょう。ドイツもおられちゃった。いやー、写真いい仕事してくれました。よし、ということで2本目、ありがとう。またおうね、何回目だって。バイバイ。サイレントアサシン 99S ですね。針1本折れちゃいましたけど、こいつ釣れました。